テレビも文化の一つだと皆様が認めてくださったんだと思うと本当にう嬉しいと思いました、えー、まず最初にとっても随分いろんなお仕事の方がおご覧になっていらっしゃるんですけどテレビで仕事をしている方でこの賞をおご覧になった方がいらっしゃらないみたいなので。 私は初めから頂けないものだと思っておりましたけどテレビが認められたということでこれは私とっても嬉しいことだというふうに思っていますあのまずあのジャイアント馬場さんがどこでお聞きになったか「あなたは100歳まで舞台に出ていたいそうですけど100歳まで出るんだったらあの足が一番大事なんでヒンディースクワットをやんなさい」っておっしゃって。 でもあなたは50回でいいからとおっしゃったんで50回は毎晩やっだます。くよくよしないっていうことがきっとストレスがたまらないことだろうと思っていて自分がやりたい仕事をやってるんですからそれはやっぱりたまんないんだろうとストレスもと思って今の一番の目前の希望はですねそうすると私90ちょっと過ぎちゃうんでそれまで。 あのとにかく今と同じ店舗で、まあ、あの同じようにあのお,客お客様のお気持ちを感じてすぐお話がどんどんできるようにあのなんていうかぼんやりしないように自分をああの頭も全部体も全部、まあ、元気でいなくちゃなんないってことは目前に、まあ、一応ありますよね。それかららででできたらなんですけど100歳ぐらいまであの舞台 ににて,ていたいっていうふうに思いたう思ますその局の特別な考えがあったら駄目ですけど、まあ、平均的な考えがちゃんと守られていればあの、まあ、正しいニュースをみんな見ることができると一応信じていますのでそういうことで私やっぱりテレビのしてきたことは大きいことだと思っていますしこれからもあの続いていくだろうと。 信じて,いてなんかテレビがもしテレビを使って永久的平和がもしも来るようなことがあったらこんな素晴らしいことはないと思いますよね。